じゃあね、今日はね、指笛をね、どうやって吹いてんのみたいな結構あって、それをちょっとね、俺もこうやったことないけど、こう説明してちょっとみんなができるようになってくれたらいいかなと思って、ちょっと、それはもうすごい言われる。多分ね、関西、まあ、福岡でもそうかな。まあ、俺、大体、競泳のコーチングで応援するときって結構こう、指笛とかで、なるべく選手にこう、音が、泳いでても音が聞こえるくらい、こう、なんていうの、ちょっとこう、俺も同じように泳いでる気持ちでやってるぜぐらいでこうなんて合わせながらやってるね。で結構選手とかにも浅野先生の浅野コーチの指笛めっちゃ聞こえてなんかこう励みになりましたとか言われたこともあるけどね。もし本当若手コーチもしくはまあでも単純にこれできたら結構俺得だと思うわ。でこのちょっとやり方をねちょっといろいろやってみようと思うね。で、俺がこう覚えようと思ったきっかけは多分大学の時で、ほんと、俺は副大の時の、コーチ、小島コーチが、どこで覚えてきたかしら。でもこう、ほんと、ピーピー、フィーフィー鳴らしてたの。で、そこで多分見よう見まねでやってみたのがきっかけで、今でも使ってる、36歳の今でも結構コーチングの、ほんと、一個の武器としてはあってもいいと思う。それ、うまく使ってる。でね、そのやり方とか、バリエーションもすごい増えてさ、例えば、ちゃんと、平川スイミングの時に芝コーチがこうやって書きながらこうたまにこうビビビとかそういうのを見てこう片手でも初めは両手やったけど途中から片手でも練習したし今でもね結構こう選手に言われるのが本当浅野コーチの笛よう聞こえましたとか見えてこう音が鳴るとまたこう一緒に泳いでるみたいな感じでよかったですっていう感じで俺便利だと思うわ。で俺もさ、今でもほんとこう、笛吹きながら、さあ、お前行けよみたいな感じでこう指さしたりするし、ほんとこういうのもしてるし、もうちょい足打とうか、みたいなのもするし、ほんとやっぱ音ってやっぱ結構ね、ほんとバカでかい音が鳴らすことができるし、もうどんだけ、はぁーとか、こう、ゴーとかよりも、俺は音はすごい、力があると思う。で、そのやり方をね、ちょっと説明して、みんなをマスターできたらね、なんかいい武器になれると思うし、うまくちょっとこう伝えれたらね、いいわ。はい、まずね、俺はこう2本指をちょっと押すんですよね。で、この指を全部つけんじゃなくて、ちょっと上げた状態で、下のは、から、2箇所くらいにこう置いてみるね。で、口も、真ん中以外はもうなるべくなんちゅうの閉じる。で俺はね歯にやか当てない指を。でこれいろんなやり方があるけんほんといろんなのでこうやって試してほしい。でまずこうやってセットしてもう思いっきりじゃなくてもうほんと軽めでいいと思う。指もう口指と拭くような感じでまずゆっくりこう。で自分の多分この幅がなんとなく分かってくると思う。あんまり広すぎてもダメだしくっついてもダメだしここのギリギリのとこに空気を通してあげて音を出すみたいな感じでちょっと何回か練習してみて。で初めはねこうやっぱ2本指が俺やりやすいかな。今これ俺ちょっと話してみよう。これやりにくいよ。これくらいかな感じ的に。でちょっとこうほんとなんかこう顎に息を吹きかけるような感じがなんか一番こう鳴るに近いような感じな気がするな。なかなかこれを説明するのですか。でね次はね片手なんやけど片手はほんとこのほんとピースっていうか OK サインみたいな感じでこういう風に俺はこれくらいだと思う。これぐらいで両手ができたらもう片手に移っていいと思う。でもうほんとコツだねかな。置いてもうほんとクッと吹くだけで全開で吹くともうすごい音鳴った時に迷惑やけどね。ほんと試合会場とかなんかこう人にこう気づいてもらう時とかにすることを
ちょっとおすすめしたいかな。でこれも本当練習でコツさえつかんしまえば多分3日ぐらいで、できるんじゃないかなと思う。で俺やっぱ使ってるとほら大体の、まあ、男のやつは結構真似して練習とかしてるんやけど、中には結構いい音出してるやつもおるし、うんとこれいいよ、うん、特に水泳、まあ、スポーツの指導者になるんやったら、まあ、もちろん普通にある笛でもいいんやけど、自分の指で、鳴らすのも結構面白くて、うん、またそれがこうね、あんま笛やったらこう会場の人じゃダメって言われるけど、それはまあ自分の体で使う笛やったらね、聞くメガホンでこう叩いたりして応援するのと一緒な感じだし、ぜひチャンスがあればこうやって、ね、普通の時に練習してみてもいいんじゃないかなと思う。というわけでね、うまく説明できたか分からんけど、まあポイントは本当2つかな、まあ、自分のこの指先のこの幅を見つける、あんま広くてもダメ、閉じてもダメ、そしてどちらかというとこうなんていうの、全部圧迫するんやけど口もこう、ちょっと閉じた状態で、ここだけに空気を通すような感覚、そして音が少しでもなったらもうそれもほぼできたと思う。あとはこう角度とか強さを変えてみていけたらいいんじゃないかなと思う。最後に俺も全開力からしてみない音注意ね、 YouTube でクリマルマックス、これやとね、ほんと多分波早でも端から端まで届く、それくらい結構効果があるわ。ちゅうわけで、指笛でやってやるかどうかでした。